あの歯のことでね、はい、今度あの心のリハビリパンツっていう人からねあのアルフィーのコンサートに行ってですね、はい、3人の美しい歯並びに、うん、あの感動したと、はい、あのすごく席が近かったらしいんだ。なるほど。で、ね、前の方で歯並びまではっきり見えて、はい、3人の美しい歯並びに、これは自前の歯なのか、はい、もしくはインプラントか。インプラントじゃない、差し歯ですね高見沢はでもあいつ歯のいい子だったんですね。あの健康優位子供の頃か、はい、だから多分綺麗な。あ、そうか。あのじゃあある日のステージっていうのは差し歯二人が歌ってるそれすごいですね。そう思ってるステージ見るとこの二人差し歯なんだそんな風にステージ見る人いないじゃないですか。この二人はこれ差し歯で、こっちは歯がいい子、自前の歯なんだ。じゃあ健康優位だんだんさ、はい、自前の歯か差し歯かインプラントかブリッジにしてるかとかさ、いろいろ歯がさ自前じゃなくなる。みんなそういう年齢、ね、だよ。そうですよ、うん、だからね、これだけ使ってるといろいろある。もう自分のがなくなってきますからね、そろそろね。自分のがなくなってくるんだな、うん、きついな。そういればなってくる。入れ歯になると歌いづらいですかね、やっぱり。歌いづらいでしょうね。どうすんだろうな、抜けちゃうのかな。まあ歯なしで歌ってなって歌ってみてもいいけど、なパーンって取れちゃう。いや歯なしでさ、歯なしで入れ歯外して歌うってのどう。横山弁護士になっちゃう、それこそ。そう。あの人、そこはやめてになっちゃいますね。あの人でも、ちゃんと喋ってたじゃないか、歯は。あんまりなかったですよね、でもね。確か。歌ってるとこは聞いたことないからね。だからさっきの、横山弁護士で歌ってってのは無理があるんですよ。歌えないのか。あ、なるほど。無理があるんですよ。うん。